はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエストケシケシ続きやっていきたいと思います。冒険の書に落書きが増えてるということで、次のページ行っちゃう？はい。それでは次のページへ、レッツケシケシ。テリワンイベント後半だね。ということで、また追加されたとことか、隠しとか、宝とかあるんであれば、あ、ゴーレム。やろうかな。ゴレムスか。ね、のっけの森すぎ。まあ、やるんだけど、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。この下のさ、グランジーさん手に入れようって多分あるよ。あと、交換も増えてんじゃないかな。ああ、アイコンだね。アイコン、あ、グランジーさんここにあんのか。これを取って、何？グランジーさんを手に入れて、何しろって。レベル10にしよう。ああ、それでスキルの種3つもらえるんだね。まあいや、それはやってれば、溜まるっしょ。あの一番奥にいる魔物がゴレムスさん。とっても強そう。気をつけてね。あとは？なんか違うこと言わない？あ、ピッキン。井戸のところに何かありそうだね。井戸の横を黄色だけでクリアしてみて。井戸の横？ 3 の5か3の6を黄色だけでクリアだ。ここは？もじゃどうか見逃してほしいもじゃ。見逃してくれたらそこの宝箱の開け方教えてやるもじゃ。オイラの近くでたくさん回復するんだもじゃ。あ、そう。まあ、ん？この部屋の左の方に宝箱があるのはわかるかの？すぐ近くのゴレムスを倒せば開けることができるじゃろう。ただしそのスコアは25万点以上でないといかんがの。まあ、そうだね。そういう感じでやっていくか。よっしゃ。よろしく、レッツケシケシ。まあ同じような感じか。まあボス倒すとこだけでもいいかな。あと隠しとか何があるかとか、まああの宝の開け方とかメイン自分の動画はやっていってますね。まあもうある程度時間経てばさ、まあね、ある程度の方攻略すると思いますので、まあ、本当にどうしても分かんない時とかのね、まあ、参考になればいいかなーってのと、やっぱ自己満足でやっていくかなーってのはありますね、自分の場合は。あ、しまった、回復キャラ入れてないじゃん。だからメダルも全部取ればいいから、ね、まあ回復キャラ入れてないときは速攻クリアしなくちゃいけないんだけど、黄色だけだから今黄色だけなんだよね、これね。この調子。まあそこら辺いったらちょっと収録再開しようか。まあこんな感じで進んでいけばいいかなと思うんですけどね。あと回復とかいっぱいやればいいっていうんで、回復キャラいっぱい連れてって攻略すればいいと思いますね。これ多分さ、3の5か6だよね、ここに行くのね。まあ黄色だけでクリアって言ってたんで、まあ今黄色だけ入れてるんですけど。まあ、5でダメだったら6かな。黄色ってあれだよね。光属性だよね。多分そうだと思うんだけど。
いやー場所悪いな。惜しい盤面だよね。ゴーレムがちょっともったいないけど、いや。まあ黄色だけでクリアはそんな大して難しくはないんで、まあもともと最初の勇者スライムが黄色属性だからね、使っとけばね、もう今のイベントまでもうリリース時からやってれば普通に70とか。なってる人結構いいんじゃないかなと思うんだけどね。6かな。隣だからもしかしたらこっち3の5じゃなくて6対象かな。5か6だと思うんだけどね。黄色だけでいけって言ったよね、井戸の横。あと回復ばっかりすればいいとか言ってたんですよね。できればミックスでいきたいけどね、なかなか難しいよね、そこもね。もういっちょ。さすがに出ただろう。下のももちゃんとこイーンって開いたのを見せたかったけどね。あ、OKOKOK。キータイプのドラケシノミでクリアを達成して隠された道。これは？あ、やっぱゴレムスか。ゴレムスって何属性？やってみよう。ここでまずゴレムスが多分手に入ると思うんで。まあこれボスでしょうね。ボスだけど、またそれはトレと違った闇属性。あ、闇。ここ？あ、闇。すげえ相性いいじゃん。
全部抜群だ。おいいわね。闇属性か。なるほどね。この調子。まあちょっと見づらい部分はあるけどしょうがない。結構簡単に倒せるんだよね。この調子。おお。は。えい。は。おお。えい。もう一丁。おお。えい。まあ運が良ければいきなりまあいい感じには盤面出来上がってみたいな感じでぐるぐる回ってったらねここね。で回復あんま使いすぎるとなくなっちゃうから。ああ宝箱だった。今出たと思ったのに。たまにた、うわ。たまに宝の時あるからね、それが怖いよ。もう一丁。おお。へい。この調子。は。へい。は。この調子。いやー、そこに出ないで、出る場所じゃないよ。へい。おお。へい。この調子。は。へい。おお。この調子。HP さ、なるべく、あ、しまった。今剣できてたね。HP なるべく高い状態でさクリアしないと意味ないから。いいわね。これさあのスライム左側に1個足りないんですよ。これで2ついける。もう回復できない。あ、いけた。剣混ぜてミックスしようかなと思ったけど。あ、まだ足んねえか。あ、オッケーオッケー。まあこんな感じでずっとやってれば多分ゴーレムス入るので。どうせ全体的にさ、このベルトコンベアみたいなやつあってほしかったよね。左側ね、ちょっと厄介で。60万いってるし。狙えば結構スコアいくね、ここで。もっといくわ。で、あとはここの横だね。たくさん回復するだからオイラの近くで、まあどっかだろうね。12、13、14、15のどこかだと思う。回復いっぱいすればいいって言ったよね。多分これさミックスしたらさすごい回復するじゃん。ホイミといえど2300とか回復するから、まあ回復量だよね。何回も回復じゃなくて多分回復量の話だと思うんだけど、まあ一応、モモンジャに一番近いところで攻略しましたけどね。スコア足んねえな。足んないけどまたやり直せば星は取れるんで。まあそれはいいんだけど、今はちょっとね。まあ小さなメダルは後でいくらでも挑戦できますんで、ここかな。あ、出ねえな。待って。たくさん回復するんだもんじゃ。だから2300回復して出ないってことは、13かな。11とか13とか、ちょっとどっちか分かんないけど、やってみようか。今みたいな感じでミックスすれば、相当回復しますんで。
まあ、それで出なければ回復量足んないしかもね、ないもんね。まあこれといって難しいステージはないんで、闇属性並べてね、まあメタル出なかったらあと光属性並べればよかったりとか、まあそうだね、これだってあれでしょ、闇でしょ、闇緑光、あーまあ出るかな、ドラッキーの数が多いから。あー出ました出ました。味方の HP を1000以上回復を達成して隠された道が見つかった。14だ、3の14から出ますね。1000でいいんだね。だミックスしたら2000ぐらい回復するんで。ピックアップコイン C5 つだよね。でもスラモリー、あー全部当たってないか、そっか。ボス戦なんだけど次ね。戦だよね、3の19の次扉があったんで、多分光属性でいけばいいんだっけ。その前4500溜まったんで、とりあえずグランジーさんかグランジーさん、グランスライムみたいなやつね。あ普通に開くんだ、下ウィーンガチャンって開いたね。あ待って、ここん、お前がスラリンだな。我らに逆らうとは愚かなやつ。わしは尻尾団四天王の一匹ゴレムスだ我が必殺のゴーレムパンチでやっつけてやるモジャモジャって言ってるね。まあそうだけど、ここはさ25万点って言ってるよね。これすぐ近くのゴレムスの背後の宝箱があるじゃろ。開けるにはヤツとの戦いでたくさんミックスするんじゃ。あそっか、ミックスすればいいんだ。じゃあまあとりあえず25万点出せばいいから、まあそれもあるよね。25万点とミックスだね。まあそうなんですけど、グランジーさん1匹目だけね、4500でできるんですよね。長老の知恵、物知りな長老の話術で円形の範囲にいる敵に2ターン遅らせる。あーなるほど、妨害系がね、なんか書いてあったな今。スーランの町をまとめるとても物知りな長老、シポダンと戦うスラリンに様々な知恵を授けてくれる。まあ、これと、あとまあ、グランジーさんだからね。入手順でいいか。レベル10まで上げろって言ったよし。はい、スキルの種。まあ、これは後で使うとして。ありがとうございました。あとね。ゴーレムが？まあ、いいや、これでいってみよう。頑張ってね。まあ、一回どんなもんか。ミックスたくさんするって言ったから、8回ぐらい考えとけばいいかな。あーゴーレムスだけだ、尻尾弾してんのだ、モジャモジャ、どうすかな。まあいいや、とりあえず倒してみて、まあ多分全部抜群でいくと思うけどね。これ闇だろ、あーなかなかミックスはできない感じだね。なんかこれできそうな気するけどな。うわぁ。ここでオーバーキルかませばいけそうな気はするけど。いやぁ、なかなか集まりませんね。あ、でももう8万9000いってんじゃん。これ技出したらいけんじゃん。HP 満タンでね。最初にアイテム使えば結構いい感じなんじゃないの。
ね、この回復分をなんとかしなくちゃいけないから、倒すタイヤはまあまあなんだけどな、倒すタイミングってものがあるから、少しでも広げてね。あーでも一撃であといっちゃうんだよな、勝手になんか真相だよ。あ、やべえかも、でも届いちゃうもんね、だってね、さっき倒してたら言ってたかもね、星だって1個目いってるもん。だから HP 回復すれば多分いけるわこれ。でも回復するあれがないんで、隙間が。あ、待って、あ、大丈夫か。僧侶が来たはいいけど、ミックスをいっぱいすればって、ミックスしてたら倒しちゃうわけ。これ行ったんじゃねえ、とりあえずなんだっけ、25万点だっけ、 10% でいくら、とりあえず倒してこんなもんだ。まあまあメダルには届いたけど、109,517、21万、25万点出せって言ったよな。あとミックスだね。まあとりあえず倒すのは楽だ。ちょっと挑戦してみよう。まずクリア、クリアしたんでクリアのイベントを見ましょう。まあ、あと隠しで、こいつ仲間入ると思いますんでね。ゴレムス。いや、助かったわい、スラリンよ。よくやったの。尻尾団四天王のゴレムスを倒すとは。スラリン、この調子で町のみんなを助け出すのじゃ。ひとまずこれから作戦会議じゃ。作戦、あ、なるほどね。じゃあ、ちょっと宝挑戦しますね。まずミックスから行くか。ミックスなんだったら、ここら辺だね。よろしく。ミックスとスコアだね。まあアイテム使った方がいいんでしょうけど、あとはさっきの光属性でアイテム使って完全回復した後にオーバーキルでとどめさせばいいんじゃない、まあ、なかなかね出ないと思いますけど。あー四隅邪魔くせえなこれ。だからまず宝石を全部壊したり周り全部崩してから考えないと。そのうちいいものが巡ってくるんじゃないかなと思うんですけど、とりあえず食らうのはねしょうがないとして、これもミックスだよね、一応ね。ドラゴンキラーなんかミックスしちゃったら絶対終わっちゃうからさ。いっぱい作る。ミックスちょっと作っちゃいますね。この調子。これ多分ドラゴンキラー混ぜたら終わるな。え、終わるよな、終わるな。ちょっと待って。あ、終わるわ。ちょっと終わるわ。ダメだ。ダメだ、ダメだ。レベル最強のドラゴンキラーはまずい。うん、そんな弱くはないんだ。何個ミックスすればいいんだろう、それだけちょっと紹介しますね。まあこんな感じで苦戦したと思ってください。レベルマックスのスキルマックスなんですよ、自分のドラゴンキラー。スコア狙いでね。
ちなみに今ねベロニカ2発だけ単体で当てたんだけど、HP 満タン状態でこれいくんじゃねえの。12万3000だから。さっきベロニカ当てたじゃないですか。その後、あ、来たわ。そう、ベロニカ来て、またすぐベロニカが溜まって、まあ、ミックスじゃなくて単体でね、2回当てたら、倒せ、1回で倒して、1回当てて、瀕死になったじゃないですか。で、2回目に、もう1回やったらね、まあ、オーバーキルだけど、いけたんで、これで25万。おう。ね、25万以上。あとはミックスだね。アイコン？あ、グランスライムのアイコン。うん。じゃこれ使ってみよう。あとは、ミックスして、多分、コインとか出てくるんじゃないかな。じゃあね、ガチャやって終わろうか。じゃあちょっとミックスできて、クリアできるまで、ちょ、カットしますね。はい、ね、ゴレムスでミックス5回。だから、まあ、回復ばっかり入れてね、一人攻撃入れてね、やってもいいかもね。5回だったら出ます。あ、やっぱりそうだ。これで10個なんで、最後、ドラポンやって終わろうか、ね。有料はやってないんで、ここか。ね、10連。ステイシーいて。うわ、待って、金が1個あるな。金1個あったね。金が1個あるけど、まあ、化けないか。これ2本欲しいんだけどね。ドラオが出る可能性あるね。あ、スキップ。出た？あ、出ねえし。マジかよ。あ、でも、僧侶がスキル上がったね。まあ、そんなもんか。まあ、しゃあねえか。ね。よし。ということで、まあ、ちょっとガチャはね、残念でしたけど、ミーホンとドラオだけ持ってないね。スラリンは持ってんだけどね。ということで、これで全部かな。あとは、ここのさ、ゴレムスを、何回かやってればいいんじゃないかなと思いますけどね。ここは闇属性だったんで光で攻めればいいんかな。光で攻めればいいんだけど、スラリンと、いらっしゃいませ。まあ僧侶が自分レベルマックスなんですよね。だから光属性でなんか適当なもの。まあレベル上げついでにやってればいいんじゃないかな。あんま上げてねえんだよな。だからこういうのでもいいし。回復別に入れなくてもね、なんかクリアできそうなんで。後に使うようなのなんか入れとけばいいんかなとは思うけど。使えるもの結構マックスなのに。まあバトマスあんま使わねえけどね。まあこんなんとかでもやってて、そのうちゴレムスが出んのかなと思います。やってみよう。まあ、めんどいけどね。まあ、今、ゴレムスやったりね。ゴレムスやったり、あとはもうメダル、ね、集めたりして、まあ、もう今はもう、あれだね。1、2、3、4、5。あと5個までしか、ここまでしか配信されてないもんね。本棚もね、もう全部埋まっちゃってるんで、まあ、配信待ちなんだけど、最近ずっとイベントばっかだったからね。まあ、あと5個ぐらい埋まれば全部なんかな。1、2、3、4。4箇所。え ?4 箇所どっか1個足りない？ 1、2、3、4、5。あ、5箇所あんね。まあ、ここ全部だね。今あるメダルは。いらっしゃいませ。ということで、郵便じゃねえ。その他で、まあ、自分今こんな感じなんでね、キャラクターコード入れていただければ、ね。まあ、フレンドなればね、まあ、なんだろう、スタミナとかもね、やっぱ交換できたりとかしますんで、まあ、便利ですよね。はい、ということで、今回ここで終わりたいと思います。まあ、本当にね、レベルマックスまで上がったら、まあ、攻略はしやすいけど、それ以上レベル上がんないので、まあ、あと小さなメダルとかね、もう手に入れたり、あともうモンスター集めしたいときはね、多少弱いものでも攻略できますんでね、まあ、そんなモンスターで攻略してレベル上げつつ、まあ、イベント消化していけばいいんじゃないかなと思います。まあ、自分は基本アイコンとね、あと、まあ、グランおじさんか？あんなんとか、グランじいさんかな？あんなんとかね、手に入れればいいかなと思ってますんで、まあ、余ったらね、1個スキル上げたりとか、まあ、マックスまで上げる人もいるでしょうけどね、そこまでやってる時間がないっていうのがね、正直なんで、まあ、ね、いろんなゲームやってますんでね、よろしくお願いいたします。本当にね、ゲームってね、楽しくやる遊びなんでね、
まあガチでやってもいいですけど、ガチでやるのもまあ遊びのうちには入りますんでね。まあ何をやるかは本当にそれぞれ人の自由だと思いますしね、人それぞれだと思いますんでね、まあ自分がとやかく言うことはないと思いますけどね。はい、ということで今回断りたいと思います。じゃあね、また次回何かしらイベントがあった時とかね、まあ追加のステージが出た時とかでもね、配信していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。